はい、皆さんどうもこんにちは、アミタです。昨日大相撲10日目といえば大関貴景勝、今場所ね不調でしたね。とうとう休場してしまいました。まあ明らかにね、あの感じだとどこかしら怪我してたんだろうなとは思ってたんですが、まあ足首痛めていたということで休場になりました。ということがあった10日目なんですけども、実は幕下にもね大きな事件がありました。それがですね、湘南の海と朝玉星の取り組みの時に起こったことですね。まあ、何が起こったかというと、まあ、両者立ち合いを当たり、それが不成立、まあ、待ったになったわけですけども、その際に湘南の海が、まあ、立てなくなってしまったと。まあ、フラフラして立ち上がろうとするんですけども、まあ、立てないと、まあ、いわゆる脳震盪ですね。立ち合いの衝撃で脳震盪を起こしてしまい、まあ、ちょっとしばらく立てなくなったと。まあ、その状態がちょっと続いて、まあ、その後ね審判団協議して、まあこれもちょっと長かったですね、1分か1分半かぐらいあって、まあ、その間はね湘南の海も土俵の下で、まあ、ちょっと休んでたんですけども、まあ、その後ね審判の親方が本人に、まあ、できるかと意思確認したところ、まあ、できますということで、まあ、再び土俵に上がり、まあ、その後は湘南の海の方が勝ったという、まあ、こういう事件というか、まあ、こういうことがありました。でこれについてなんですけども、まあ、ツイッターなり、まあ、各、ね、相撲ファン相撲有識者の間でちょっと問題となりまして、まあ、やっぱりね脳震盪というのはすごくね危ないんですね。今回は、まあ、ちょっとだけ時間を置いてやり直しとなったんですけども、まあ、他のスポーツならね確実にもうドクターが入ってその状況を確認して、その程度によってはもちろん試合にも出れないし、まあ、ラグビーとか他のスポーツだったら次の試合も出れないみたいなね、そういうのもあるぐらいかなりこうなんて言うんでしょうね、まあ、危険度が高い、まあ、病気なんて言うんだろうな、怪我とされています。さらにね脳震盪にはその短期間で2回起こっちゃうと、まあ、セカンドインパクトシンドロームなんて言葉があるらしいんですけども、これはね本当に危険な状態らしくて、まあ、状況によってはね致死率がね 50% を超えることもあるなんて書いてある人もいるぐらい本当に危ない状態なんですね。まあ、ただこの日昨日のね湘南の海さんに関しては、親方がねその競技してる間、その1分か1分半かの間のみ、まあ、休憩できて、なおかつ、まあ、ドクターとかも、まあ、入ることもなく、まあ、いつもの大相撲ですよね。その対応が、まあ、ちょっとまずいんじゃないかというふうになっていました。まあ、やはりね他のスポーツなら確実にドクターが入ってくる案件というか、まあ、怪我というのに、まあ、相撲は、まあ、そういうのがないと、まあ、言っちゃえばね、まあ、遅れてるということなんですけども、まあ、今場所後に話し合って、その脳震盪とかそういう際にどうするかみたいなね話し合いをすることになったらしいんですけども、まあ、昨日は本当に危険なシチュエーションがあったと。まあ、この脳震盪を起こした力士に対するなんか処置とか、まあ、どういうふうに対応すればいいかみたいな話はもういろんな人がねしているんで、僕はねもう20年近く相撲という競技をもう競技者として関わっている身からして、その脳震盪というものをどういうふうに捉えていたか、まあ、僕が学生だったのはもう10年近く前なんですけども、まあ、当時からねもちろん脳震盪はあったわけで、まあ、相撲というのはね頭と頭がぶつかったり、まあ、顎にねこう張り手が入ったりと頭が入ったりというのはもう日常茶飯事なんですよね。だから脳震盪もまあまああると。で僕たちはっていうか僕ですね、僕個人は10年ぐらい前ですけど、それについてはもう本当にね軽視していました。というのも、まあ、やっぱり、まあ、当時学生で若いし何も分かってなかったっていうのもありますけど、いや相撲だからとね、頭と頭ぶつかるのはもうそういうスポーツの構造上仕方ないじゃないかと、まあちょっと座って、まあ、深呼吸でもしたら治るよと、まあ、そんぐらいね軽い感じに思ってました。脳震盪って軽い患者だと全然ねちょっと時間を置けばねできちゃうんですよ。それこそね精神力の問題とか思ってましたね当時はね。実際に昨日もその湘南の海さんは
ちょっと経ったら、まあ、できるようになって、まあ、勝っちゃったんですね。ちょっと時間経って気合い入れたらできるよぐらいに思ってました。実際にできるんですよ。実際にできるんですけども、まあ、それはね、今思えば本当に大きな過ちでしたね。まあ、さっき言ったセカンドインパクトシンドロームなんて言葉もあるように、一発目じゃあなんとかできたと、でも二発目はね本当に危険な状態になってしまうと、まあ、そういうこともね十分考えられるわけで、まあ、脳震盪っていうものに対してはね本当に、まあ、知識のなさもあり、若者特有の勢いみたいなのもあって、本当にね軽視していました。今思えば非常に危険な状況。まあ、そしてもう一つ競技者目線から脳震盪を捉えるとですね、これさっきも言ったようにできちゃうんですよ。ちょっと時間を置けば相撲取れちゃうんです。ただ昨日の、まあ、湘南の海さんじゃないですけども、実際に土俵に上がって、でまあ、脳震盪を起こしてしまったと。ただ、まあ、ちょっと時間経てば、まあ、できる感覚はある。この状態で自分からやっぱ土俵を降りて、もうこれは負けますと、負けでいいですというか棄権しますみたいなことは、まあ、言えないと思うんですよね、精神的にも。学生でも、まあ、大事な試合だったらもちろんですし、まあ、大相撲の世界、この一つの白星、この一番勝てばみたいなね、のもあると思うんですよ。ただその場合ね、やっぱり本人では言いづらい。もう負けですと、負けでいいですとは言いづらいので、やっぱり周りね、指導者なり、親方なり、まあ、スタッフなりが、やっぱりね、ちゃんと止めてあげることが、すごくね、大事かなと思います。自分じゃやっぱりね、言いづらいですから。うん。アドレナリンとかも出て興奮してるしね。そうなると、やっぱりね危険なので、セカンドインパクトシンドロームとかってなってしまうので、しっかりね周りが適切なね処置、本当にできるならいいんですけど、まあ、ドクターを入れてちゃんと見ることが大事かなとは思います。まあ、力士っていうのはね、脳震盪もそうですけども、まあ内臓疾患、その糖尿を抱えていたり、そしてまたね糖尿を持っている、数値が悪いことをこうなんか武勇伝のようにね話す人もいます。てか多いですね。不健康なのが力士みたいなね、不健康であることが自慢みたいな、なんか分かんないですけど、そういうのがね実際にいるんですよね。まあ、力士の健康問題っていうのはね、本当に内面も外面もねかなり軽視されがちなので、まあ、どうにかね、まあ、指導者なり親方なりがしっかりとねサポートしていけるようになるといいなと思います。はい、ということで今日はこんな感じにしたいと思います。アディオス。